はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽田良二でございます。1ヶ月前、3月14日にですね、ウクライナ在住の日本人の方からこういうご連絡いただきまして、私たちの家もミサイル攻撃を受けて破壊されました。マウリポリでは死者2000人以上です。今日の朝まで電気もなく、充電もできない状態でした。食料はもちろんのこと、水もガスもありません。国際赤十字が脱出のためバスを用意してくれましたが、途中から攻撃を受けて変えさせられました。国際赤十字の配給も途切れ途切れです。隣人は同い年でソビエト海軍の退役兵です。みんなで一緒に AK などの武器を探して交戦の用意をしようと近隣の退役兵に声掛けをしています。家内はコザックの末裔ですから口出しはしません。老兵は死ねず、ただ先生に帰還するのみ。おせっかいものですかね。お体大切にご自愛ください。帝国の防衛は貴殿の責務ですと。3月14日にこのメールいただいて、近所で攻撃されたマンションの写真なんかも添えてくださってですね、これ以降ですね、1ヶ月以上音沙汰ないんです。非常に心配であります。ご無事でしょうか。ロシア軍と戦うっておっしゃっておられましたけれども、非常に心配であります。こういうメールが来てる以上ですね、ロシア政府が民間人など攻撃していないっていうのは全くの嘘だっていうのは分かりますよね。食品主要105社6000品目以上が今年値上げ。価格は平均で1割アップだそうであります。帝国データバンク記事ですね。ネットの反応です。これで生活が立ち行かなくなるやつって、普段からどんだけ綱渡りの生活してるんで、ダイエットの大チャンス。値上げを嫌がってるのは反日極左だけ。無理して一人暮らし始めなければ余裕。大部分ロシアのせい。コロナはなく、ロシアもおとなしくしていれば、アメリカの物価上昇率もこんなもんやで。円安で困るのは中間だけ。消費者物価は相変わらず控えめ。デフレが続くと生産者が疲弊してしまうと。物の方が金より価値があるという状態がインフレであります。まあ少々高くても買いましょう。物が必要だから。金の方が物より価値が上がっちゃってですね、物が溢れて誰も欲しくないっていうのがデフレの状況なんですけど、これは経済縮小を意味します。つまり衰退を意味いたします。日銀は健康的な経済成長を年間 2% 程度のインフレと規定しています。物価上昇、賃金上昇に毎度タイムラグがあります。物価が上がってですね、しばらくしてから賃金がそれに追いつく、というふうなのを繰り返します。このタイムラグの間、物価が上がっても賃金が上がってない時に、毎度左翼が大騒ぎします。これ毎度毎度のことであります。円高で困るのは中間と。つまり、左翼の背後は中間なんですけれども、小麦も大豆もその他も輸入品が高くなれば国産品が息を吹き返していいんですよ。パンが上がればね、減反してまで生産を抑えてる米食うようになるし、鮭の供給不安定でですね、長野県水産試験場がニジマスとブラウントラウトを交配して開発した養殖魚。これ川魚ですね。信州サーモンっていうのの品種の注文が3割増しだそうであります。円安で外国人労働者も減って、なおよしと。円安になると輸入品の値段が上がって、左翼がギャー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 騒ぎ出しますけれどもね。食品のような生活必需品の値上がりはですね、消費税減税で対応すればいいんですよね。食品、米が 10% で、新聞が 8% って、どう考えても腑に落ちない、納得できないですからね。まあ財務省とその犬の総理は絶対やらないだろうけど、まあ、過半数の有権者がですね消費税なんかなくすべきだって思えばそうなりますよ。あとですね、食品の値段が上がったっつったってちょいちょい外食するぐらいの余裕はあるんですから、外食減らせばいいんじゃねえの、会社にも手作り弁当を持ってったらえんでねえの、いうような意見を持っております。まあ食品が 10% ぐらい上がっちゃう、ちょうど消費税分ぐらいですね。消費税食品に限りゼロにしたらいいがっぺ、私なんかは思いますけれども、自民党安保部会が提言の原案を作成しました。まあ政権っていうか総理に突き出す提言、提案、要望書の原案ですね。5年をめどに防衛費を GDP2% 程度に引き上げると、5年っていう期限を新たに追加いたしました。現在 5.4 兆円の防衛費が11兆円程度になるということであります。ネットの話、5年は悠長すぎんだろ。エネルギーと食料自給率の方が問題。まあエネルギー自給率ですか、まあ、海水からウラン組み上げて原発動かしはいい話なんですけど、まずはちゃんとした情報機関を作った方が、まあこれも必要ですよね。いくらさ軍備がすごくたって間違った情報を頼りにやっちゃうと何にもなりませんけど、スパイ防止法が最優先。全くです。スパイ防止法と情報機関。まあ、同じものでもいいですよ。情報機関作って、スパイ防止法を運用させる。国内のスパイをいぶり出す。みたいなことをやってもいいですよ。核武装が安上がり。コロナ対策で16兆円ぶっ込んでるから。財源は余裕。男女共同なんちゃら予算を全部防衛費に回せる。攻められたくないなら核武装 NATO に合わせて真っ当な理由があるんでそのままいけるだろう。兵器を海外に売りまくれと、まあ財源どうすんだという、言葉にですね、意見に対してですね、まあ、兵器を売って稼げ、みたいなんですね、防衛費倍増靴沢案、私の案なんですけど、休止中の原発全部所有権をですね自衛隊に譲渡します。で、自衛隊のものということで、全部稼働します。で、自衛隊が原発は運用管理して、電力を国民に売ります。で、売って得た利益を防衛費にすると。まあ、自衛隊にも自分で稼いでもらう。今休んでる原発、もったいねえし。もちろん、他社との価格競争はしてもらいたいんですけど、電気代ね。原発の敷地は自衛隊基地ってなりますね。そうすると警備も自衛隊員がやるってことになりますから、テロなんかの備えも万全になります。で、守るべきところが増えるわけですから、人員も増やさないといけないですね。で、電気使えば使うほど、電気代払えば払うほど、防衛がはかどるんだったら電気自動車にシフトするのもまあやぶさかではないですね。今の技術だと寒冷地や降雪地は電気自動車うんと弱いらしいんで、そういうとこはまあガソリンでやってもらってね、パチンコ屋の無駄なギラギラの電飾もまあ気にならなくなるんじゃないか。せいぜい電気代払って防衛予算増やしてくれ、って思うだけでね、まあ、事故を起こした原発をなんとかできる組織って日本中で自衛隊だけじゃないですかぐらいじゃないですか。誘拐した福島第一原発はですね、アメリカゼネラルエレクトリック社製であります。所有者使用者は東電だったけどね。で製造者の GE も、まあ、メーカーですね、メーカーもユーザーの東電も事故った原発をどうこうできる力量願ったんだよ。どうにもできねかった。おかしくなったら、どうすることもできないものを使っておったっていう。自衛隊にも、どうにもできんかったら、日本にどうにかできる組織、ないですよね。自衛隊が一番頼りになりますよね。能力もあってね。ということで私は、休んでる原発、全部自衛隊にあげちゃって、自衛隊さんが電気売って、警備もして、で、防衛予算、稼いでもらいたい。もちろん他社、東電の火力とか、そういうのとは価格競争してもらってね、という考え、政策を持っております。ロシア外務省、日本をネオナチ国家認定と。これ誰それの一意見とか、そういうんじゃなくて、ロシア政府の認定ですね。ネットの反応です。何でもナチス。困った時のナチス認定。ネオナチの定義とは何なのか。ナチス認定。使いすぎ。誰でもネトウヨ認定する左翼みたい。次は日本を攻めるぞというブラフ。犯罪者に泥棒呼ばわりされても鼻で笑っちゃうよね。日露戦争で負けてるから気に入らないんだろう。ロシアみたいな悪党に言われたくない。北海道に攻め込む口実作ってるだけという意見がありました。ゴドウィンの法則により、ロシアとはすでに協議の余地なしと。もうロシアは言うことがもうない。最後の最後で、言っちゃった、ゴドウィンの法則により、詳しいことはゴドウィンの法則でググってみてください。ウクライナもナチ認定して侵略してるんで、ロシアのナチ認定の尺度もですね、自分にとって都合が悪い。あるいは攻めたい。侵略したい。であることがわかりますよね。アメリカもイギリスもここまでは言われてないんで、ロシアは日本をですね、ウクライナの次ぐらいに都合が悪い、あるいは侵略したいってみなしているってことですね。ウクライナの非ナチ化をする名目で民間人を虐殺してますんで、侵略して。日本人も虐殺対象にレベルアップしたんだな。ナチだって呼ばれれば殺していいっていう理屈ですね。日本人もとうとうこうなりました。ある意味ですね、次は北海道に攻め込むと、宣言したようなもんでね、早くね、ロシア用語のスパイを買っておかないと、結構これ、まずいんでは？イギリスもアメリカも、ここまでは言われてませんよ。だから日本、結構、やばいなぁ、思っております。スパイ狩り、しないとなぁ。スパイ防止法、欲しいなぁ。こういう機会に発議しろよ。岸田政権は。いくら何にもやりたくねえって言ったってさ、参院選終わるまで。いい機会じゃないのこれ。スパイ防止法を、動議すんのさ、発議するのさ、いい機会じゃないのかな。岸田に何期待しても全然無理ですけれどもね。東京支部長、募集しております。動画の説明欄からご応募ください。空いてる区を確認してから応募してください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。